皆さんこんにちは。レック専任講師の秋元由里です。ついに本試験が近づいてきましたね。緊張してますでしょうか。緊張っていうのは悪いことだけではないんです。発想の転換で緊張しているということは、それだけ勝負できる状況に持っていけてるってことなんですよ。それだけ皆さんが頑張ってきたってことなんですね。本試験当日は受かろう受かろうってふうに思ってしまうと頭の中真っ白になってしまいますので、受かろうっていうのは横に置いといて、とにかく 100% の実力を出し切るということを考えて、臨んでください。応援しています。頑張ってください。